テモテは新約聖書の使徒行伝に登場するデストラ出身の初期キリスト教徒でパウロの協力者、弟子。ギリシア語ではティモテオス。東方諸教会、聖教会、カトリック教会、聖公会,会、ルーテル教会で聖人。伝承では殉教者とされる。聖教会での記憶日は1月22日。聖教会では使徒の賞をもって呼ばれる70門徒の一人に、 数えられることから、聖師とティモフェイと呼称される。使徒行伝によれば、テモテの父はギリシア人で、母はユダヤ人であった。パウロはテモテを気に入り、自らの宣教旅行に連れて行きたかったので、ユダヤ人の手前、彼に滑稽を受けさせた。これは、西暦50年前後のことであると推察される。テモテは、パウロの第2回宣教旅行。 第3回選挙旅行に同行し、パウロの良き協力者となった。テモテはパウロに同行するほか、マケドニアなど、パウロがすでに選挙活動を行った場所に派遣されて、指導に当たっている。この選挙旅行の間に書かれたと想定される、コリントの信徒への手紙にからも、テモテがパウロの良き協力者であったことがわかる。ここではパウロはテモテをコリントスの教会に派遣し、 その指導に当たらせようとしている。また、フィリピ人への手紙などでは、テモテはパウロと並んで所管の差出人とされている。テサロニケの信徒への手紙にの著者とする説もある。後の伝承によれば、65年パウロはテモテを暗守し、エフェソスの主教とした。テモテは15年間主教として、エフェソスの教会を指導した。エフェソスの多神教徒がテモテに、 自分たちの神を礼拝させようと強制したが、テモテは従わず他神教徒に福音を説いた。激怒した他神教徒はテモテを街路に引きずり出し、石を投げて殺した、と伝える。新約聖書にあるテモテへの手紙1を呼び、テモテへの手紙にはパウロが、このテモテに当てる形で書かれている書簡であるが、現代の自由主義進学、高等批評の研究では、パウロの死後、 他の著者によって書かれたものであると考えられている。聖書信仰に立つ福音派では聖書の自己証言によりパウロによってテモテへの手紙が書かれたと認められている。ありがとうございます。